伊豆の助とは、静岡県伊豆地域全体で行われた観光振興イベント、伊豆新世紀創造祭のマスコットキャラクターである。カエルがモチーフ。著作権は静岡県が保有する。伊豆地域は日本を代表する温泉地帯であり、日本有数の観光地域である。伊豆の助は2000年に観光振興のために、 開催された伊豆新世紀創造祭のマスコットキャラクターとして伊豆各地で行われたイベントに参加したキャラクターデザインは西岡のりとしプロデューサーはバザールでござる団子三兄弟ピタゴラスイッチなどで知られる戸田村出身の佐藤正彦であるイベントの一つとして制作された伊豆を紹介する旅番組贅沢な休日に出演し声は 中原茂が演じた。伊豆の助号1999年12月31日から2001年1月1日に、静岡県と伊豆地域を構成する22市町村が、伊豆は輝える大作戦をキャッチフレーズに開催された、観光振興イベントである。新しい観光スタイルの創出、新しい伊豆の魅力の発信、新しい観光システムの創造の3つを目的として、掲げた。 愛称は、チェンジ伊豆2000。1年間にわたり、伊豆各地でイベントが催された。また、イベントに先駆けて、伊豆急行線にて、車体に、伊豆の助が描かれた、伊豆の助港が運行された。伊豆の助温度は、伊豆新世紀創造祭のテーマソング。歌詞は、外部リンクを参照。収録 CD 伊豆の助音度に関するカテゴリー。ありがとうございます。